え皆さんこんこにちはコーヒーヒクラフトのルシア TN です、えー、今日ですね、レザークラフトキャードのバージョン1.2.5をリリースしたんですけれども、えー、そこで追加されたですね、このステッチングシミュレーターという機能に関して説明をしたいと思います。えー、何かというとですね、まあ、こういうポーチみたいなものをですね、デザインしたときに、あのまあ、縫い穴はこうやって開けられますよと。だけどこれは最終形態として、縫った後にどういうふうになるんだろうってこう想像できたらいいと思いませんか ですねまあ、そういう意見もですねいくつか聞いてはいたんでいつかはあのその機能をつけようと思ったんですけれどもついにその機能が搭載されました、えー、とどうやるかというとですね、えー、ここのスティッチングですねえっ、ー、と日本語版だとえっ、ー、と目打ちですねはい目打ちをクリックしてくださいそうすると今までになかったここですねステッチを表示ってちょっと Mac 版だと若干切れちゃってますけどねステッチを表示っていうチェックボックスがあるんでこちらを、えー、とクリックで選んでください英語版だと えとショー・スティッチーズって書いてありますね。はいこちらです。えっ、ー、とこのままちょっと英語で言っちゃいますね。小スティッチーズっていうのを、えー、押すとですね、選ぶと、まあ、こんな感じで、えーと、さっきまで縫い穴が濃く表示されてたんですけれども、それが若干薄くなって、えー、と代わりにこの縫い、えー、まあ、糸がどんな風になるよというのがここにですね、えー、表示されてます。まあ、こっから入ってきて、まあ、こっから出てきてか、かこっから出てきて、こっからに入って、 で、ここからまた出てきてみたいなのがこう指名とできるような感じになってます。で、これをですね、さらに見やすくする方法があって、まあ、最初、あの、小スティッチーズ、これですね、はい、あの選んだ後に、おすすめとしては、グリッドまず消してください。グリッド消すと背景こんなになるんで、でさらに、このステッチラインですね、ステッチラインも別色になっている場合はですね、これ消した方がわかりやすいです。ですので、ここの4のところの、僕はこの色を使ってるんですけども、ここをダブルクリック。 もしくはコントロールクリックですね。ちょっとダブルクリックしてみますけれども、ダブルクリックするとここが今バッテンついて、この犬が消えます。えっ、ー、と、すると、もっとですね、こう見やすくなるんで、なんとなくこうイメージできますよね。あ、こんな風になるのかと。で、あのー、例えば、今これ 4mm の,あのひしめですね。4mm ひしめを選んでたんですけれども、これを作ったときには、えっ、ー、と、ちょっと日本語に戻しましょうか。 はい、4mm のひしめを使ってたんですけれどもこれ 3mm でやったらどうなんだろうとかこれヨーロッパでやったらどうなんだろうとかってね比べてみることもできるんで、まあ、そこがですね今回のこの機能の、まあ、ミソというか売りというか、えー、と比較できます、まあ、ここでですねちょっとお知らせしておかなければいけない、えーとまあ、残念なお知らせがあるんですけれども、えー、旧バージョンで作られたデータってどの縫い穴の後にどの縫い穴が来るっていう情報がないのでこの機能が使えないんですね えというわけで F6 キーを押そうがこのねこのステッチを表示をですね押そうがですねまあ縫い穴があの薄くなるだけで何もえと変わらないです。えー、なんですけれども実はですねまあ手動になるんですけれどもちょっとめんどくさいんですがえこのステッチングシミュレーターを使えるようにする機能があります。 1一個1個ですね、どの次はどの穴が来るよっていうのを指定するやり方なんですけれども、このやり方をこの動画の,あの、まあ、最後の方というか、後ろの方で説明いたしますので、えー、旧バージョンで作ったデータに対してこれをやりたい人は、えー、そちらも見てみてください。はい、それではですね、4mm、えー、と 3mm、mm、の比較の話に戻りたいと思います。えー、どうやってやるかというとですね、まあ、僕の場合はですね、これをまずコピペしちゃいます。全体を選択して、えー、っと、これをコピー。 えー、どっかにコピーしますと。これでコピーでペースト、えー、ちょっと隣に持っていきましょうか。まあ、この辺に持ってきますと。はい。選びました。あごめんなさいこの。この前にこれを戻しておかないとステッチラインがついてこないんでちょっとこれやり直しますね。えー、っと、アンドゥしますアンドゥアンドゥはい。で、この段階でここをダブルクリックで戻してあげて、はい、こうですね。 で、えー、っと、もう一回選びますと。で、これでコピーして、えー、っと、ここですね、コピーをして、で、貼り付けやります。で、これを横に持ってきますよと。はい。この辺にしましょうか。はい。確定して、で、一遍選択を解除してですね、で、ちょっと拡大して、えー と、ここのですね、ステッチラインをダブルクリックすると、えっ、ー、と、全部選択できます、つながってるので、この上で右クリックして、選択された線上の目打ちを削除ってやつですね。はい。これをやってください。英語版だとですね、ごめんなさい、これ動画を、英語と日本語めんどくさいんで、あの、同じに撮っちゃってるんで、英語の方もやります。英語だとですね、Delete stitch Stitching Holes on the Selected ラインズっっててて書いいいあるここれれですねはい、これをやってくださいそうするとですね、ここの線に乗っかっている、選択された線に乗っかっている、えっ、ー、と、目打ちですね、が全部削除されます。で、この状態でもう一回ですね、えー、目打ち、ここのスティッチングですね、目打ちのところに戻って、で、今度はですね、じゃあフレンチの3ミリにしてみましょうか。じゃあフレンチの3ミリだったらどうなるんだろうと。 あもしくはダイヤモンドの 3mm でもいいですけどね。あのひしめの 3mm でもどっちでもいいんですけど、まあ、今回ちょっとあの違いが分かりやすいということで、あのフレンチの 3mm で選んでみますね。はい。とヨーロッパ目打ちですね。フレンチって言ってるのが。ヨーロッパ目打ちの 3mm で、えー、やりますと。でそうすると、こっから、ここまでを、ヨーロッパ目打ちの 3mm ピッチでやってみますそうすると、こんな感じになりますねと。 でもう一回、えっと、グリッドはもう消えてるんで、もう一回このステッチラインをこう消してみて、比較してみると、ああ、なるほどね、と。こんな感じで、ちょっと見た目がね、あのー、見た目の違いが、なるほど、製品になった時に、こういう風な違いが出るんだなっていうのが、あのーまあ、比較しやすい。どっちが好みかなと。自分はこっちの方が好きだなとか、まあ、自分はこっちの方が今回の作品にはいいなみたいな。まあ、ちょっと、ね、この辺がちょっとおかしなことになってるで、ここは要修正な感じですけど、あのーまあ、こんな感じで、 えーとと比較すするここができますこれ、ね、なんでここおかしくなってるかっていうとこのヨーロッパの3ミ選んだ時にここの目打ちのところがですねまあ、若干角度がおかしいんですよねなのでこういう時は選択してこいつだけ選んであげてこれコントロールを押しながらマウスホイールで回転できるんですねこれこうやってやってあげるとあの実際の、まあ、多分こんな感じですかねここはね うん、になるんじゃないかな。もしくはここ、丸に変えることもできるんですねあの。ついでだからやってみましょうか。ここを、えー、っと、右クリックして、ここのオープンプレ e a ングアイオン n t o ボックスってやつ、日本語だと、えー、っと、目打ちツールボックスかな。えー、っと、日本語に直します。こうですね。えー、っと、目打ちツールボックスを開く。これ開いて、で、ここを丸めにしますと。僕はあの、デフォルトの サイズよりもちっちゃくしちゃってるんで、えっと、デフォルト多分 1.2mm とかなんですけど、これ 0.6mm にしてるんですが、まあいずれにせよですね、丸めにしますと。そうすると、ここ丸めになって、ほら、接続もね、こんな感じになるんで、あ、角はやっぱり丸めの方がいいなとか、そういう人もいると思うんで、まあこんなシミュレーションもできるようになるという形です。のでですね、あの実際の製品、これでだいぶイメージつかみやすくなったんじゃないかなと思うんですよ。これもう一回、あのー、目打ちモードにして、えっと、 どれだこれか、ステッチを表示。これもう一回戻すと、えっ、ー、と、目打ちになるんですけれども、この目打ちで見ても、やっぱりこう製,品製品の最終形態っていま一いつこうイメージしづらいですよね、これがね。なのが、あのー、もう一回、えー、戻します。これ実はですね、F6 キーでも同じことができます。えー、F6 キーを押すと、こうやってね、切り替えることができるんですけど。 こうやって糸の状態を見た方が、ああ、なんとなく最終形態が分かるんで、こっちが好きだな、あっちが好きだなってなると思います。あと、これ今、えー、と、ひしめの 4mm ピッチでやったんですけど、いや、俺のひしめの 4mm ピッチはこんなに傾いてないなと、ともうちょっとまっすぐなんだよねっていうケースもあると思います。で、そういう時はどうするかっていうと、2つやり方があって、1つ目は、えっ、ー、と、選択して、この目打ちをですね、バーッと選択しますと。これで また同じようにコントロールを押しながら、えー、とマウスホイール回してあげると、あ、これごめんなさい。ロゴまで固めちゃってる。えっ、ー、と、これはやめと。えっ、ー、と、これもいらないと。丸、まあ、だから回転しても、まあ、影響ないんですけどね。はい。この状態でコントロール、えー、押しながらマウスホイール、えー、回すとこうですね、こう変え,ら変えることができます。なので自分の好みの角度がある場合、もしくは自分の あの縫う癖で自分はこれぐらいなんだよねもうちょっとまっすぐなんだよねって人はこうやって調整もできますしあのむしろ逆にいやいやあの僕のひしめはもっと傾きが強いんだよねって方はこうやって傾きを変えてもいいと思います。これが1つずつそれぞれやる方法でもう1個の方法は目打ち、えー、とこのツールボックス開くってここあるんですけれどもこれを選んでここから例えばひしめの 4mm だったらここで、えー、とこの角度ですね回転角度っていうのをここで変えても いいですでここで変えると全部に対して同じ角度が適用されるんで、まあ、一気に変えたい人はここを変えるのがいいと思いますね。あとは自分の目打ち別々の目打ちで別々のこう角度があるんだったらそれを新たに登録してもいいですし、はいまあ、そんな感じでです、ね、いろいろカスタマイズして自分なりのこうこう見てくれというかビジュアルが再現できるような設定を見つけてみるのも面白いかなと思います。 あとですね、あの、あるユーザーさんからちょっと面白いリクエストをいただいたんですけれども、えっ、ー、と、波縫いでものを作ってらっしゃるユーザーさんがいらっしゃって、波縫いをしたときに、えっ、ー、と、パターンがですね、左右対称になるかどうかを見たいと。最初言ってることがよくわかんなかったんですけれども、あの、話を聞いてるうちに、なるほどと、えー、思ったんですよね。というのも、えっ、ー、と、これがその例なんですけど、これ、波縫いで、ちょっとこれ,はこれだとわかりにくいので、一遍、えっ、ー とこれかはい多分丸めかなんかを使うのかな、波縫いの場合って、まあ、必死でやる人もいるのかもしれないですけど、まあ、いずれにせよですね、この状態からですね、波縫い、波縫いってこう交互に出てくるタイプのやつですね。この交互に出てくるっていうのがパターンが想像できる人ってなかなかいないと思うんですよね。これ数えて、どこが出るのか出ないのかっていうのを多分ね、やると思うんですよ。それがすごく大変なんで、なんとかその、 あのその見た目のシミュレーターをサポートできないかって言われたんですよね。で、そうしたときに、えー、と思いついたのが、あ、まあ、この機能が使えるじゃんと。ということで、えっとですね、ここにですね、ステッチを表示してこれ選んで、そうするとこう、ばーっと出るんですけれども、要するに波打ちって、あ波抜いて、あの交互に出てくるんですよね。だから、偶数か奇数かどっちかを表示してあげればいいと。おそらく多分奇数を表示するのが正しいと思うので、奇数を選ぶ。 まあグースを消しますとそうするとこんな感じでえー、っとちょっと見やすくしますこんな感じでこれ 4mm ピッチこっち 3mm ピッチでやってみたんですけど 4mm だとあなんかちょっとスカスカだなとか 4mm でやっちゃうとここがぴ、えー、ったりここで終わらないと1個ここで終わってなんかこう見た目的にちぐはぐになっちゃう左右が一方で 3mm でピッチで縫ってみるとあもうちょっとなんかこういい感じここもちゃんと えと揃ってるとこっちもこっちもちゃんとこっから出てこっちから入ってっていうことで揃ってると。はい。というわけで,ですね、まあ、こんな感じで波縫いのシミュレーションもまあ簡単にできちゃいますよというのが今回の機能です。で、ちょっとスキップしちゃいましたけど、例えば、えっ、ー、とですね、これは、えっ、ー、と、偶数奇数関係ないからこれ戻しましょうね。はい。これがですね、ひしめの、こっち上の段がひしめなんですけども、ひしめの4ミリと3ミリ、下の段がヨーロッパ目打ち。 えっと、フレンチですね。えー、ヨーロッパの 4mm と 3mm の比較例なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、バーッとこう見てみて、あ、自分の好みはこれだなとかね、あのー、ピッチ的にこれとちょっとスカスカだなとか、そういうのが、あのー、これでシミュレーションできるようになりますし、あと穴の位置とかもね、これ、ここに、あのー、目打ち来るとなんかちょっと縫い目が変になるなみたいなのも、こんなのもシミュレーションできるようになるので、えー、ぜひぜひトライしてみてください。えっ、ー、と、やり方、もう一回言いますね。この目打ち、目打ちから、 ステッチを表示。これをチェックを、えー、オン・オフするだけです。もしくは、えっ、ー、と、キーボードで F6 キーですね。あの、ノート PC の場合はですね、ファンクションキーを押しながら F6 とか押さないといけないかもしれないんですけども、まあ、F6 キーで、えー、こんな感じでですね、はい、切り替えできます。あともう一個ですね、ちょっと言い忘れていたのが、この糸。僕はもうちょっと細い糸を使うんだけどとか、太い糸を使うんだけどっていう場合があると思うんですけれども、えっ、ー、と、マイナスキー。 もしくはプラスキーで、こうですね、マイナスを押すと糸が細くなって、プラスを押すとですね、糸が太くなります。まあ5段階、1から5まで5段階の太さ切り替えできますんで、まあこれでですねあの、自分の好みというか、まあ自分の設定があるようでしたらやってみてください。あとですね、さっきの偶数奇数の切り替えっていうのも、実はこのキーボードのホットキーがありまして、イコールキーを押すと、えー、こんな感じですね、偶数奇数表示、非表示が切り替わるようになってますので、こちらもですね、よく使う方は、まあキーボードからやった方が早いかもしれません。 というわけで、えっ、ー、と、おさらいしますと、F6 キーで、まず、えっ、ー、と、表示を切り替えますと。この目打ちから、えっ、ー、と、縫い、線、えっ、ー、と、スティッチのパターンの表示に戻す、戻すというかしますと。で、グリッドですね。これもともとグリッド多分、表示されてると思うんで、グリッドは消した方がわかりやすいです。あと、えー、これも消えちゃってますけど、ステッチライン。ステッチラインを使ってる人は、ステッチラインもオフにした方がわかりやすいです。 というわけで3ステップまずはステッチ表示モードに切り替えてステッチライン消してでグリッドも消すというこの3ステップでこんな感じでですね縫った時の状態をシミュレーションできるようになりますよというのが今回のバージョンで追加されたこのステッチングシミュレーションの機能です。 はい、あとですね、まあ、非常に地味な機能なんですけれども、これ、お気づきになられた方いる,とあのいるかもしれないんですけれども、えー、SVG、Adobe のイラストレーターとかであの作られた SVG をですね、まあ、インポートすることができるんですけれども、今まではですね、これ、ワイヤーフレーム的にこうフレームだけ表示されてたんですけれども、えー、とイラストレーターとかであの出力したパスが閉じてるデータに関しては、こんな感じでですね、えー、と中を、まあ、塗りつぶして、 えとインポートできるようになりましたので、えーこ,ちらまあ、こんなデータを持っている方はです、ね、ぜひ試してみてください。まあ、こんな感じですねあのロゴがあの入る場所とかの確認もできるし、まあ、線だけの状態よりも中が塗られている方がななんとなくこうより、えー、と比較しやすいというか、実際の,あの出来上がったものに近しいと思うので、えー、参考になると思います。はい、それではではすね、えー、と旧バージョン で、作られたデータを使って、このステッチングシレーターをしてみたいという方のために、そのやり方をお知らせしたいと思います。まずですね、選択モードにして、要するにどの縫い目がどういうふうにつながっているかっていうのを指定するわけなんですけれども、まず開始、開始点のステッチを選択してください。これ、穴がですね、1つしか選択されていないと、この機能は使えないです。ここで右クリックします。 そうするとですね、えーと、ステッチシミュレーターってとこがあるんですけども、えー、ここで次の縫い穴を、えー、と指定するっていうのがあります、はい。これを選んでください。英語だとですね、えー、と右クリックして、えー、とステッチングシミュレーターがあって、 スペシファイザネクストスティッチングホール。これですね。これを選びます。はい。そうするとですね、ここで、まあ、ここに書いてあるんですけども、Please click the next stitching hole。で、エスケープキーを押すと、えっ、ー、と、キャンセルというかエグジットできますよと。日本語に戻します。はい。次の縫い穴をクリックしてくださいエ。エスケープキーで終了と。というわけで、今これから始まったんで、次ここを選びますと。 そうすると、もうこの時点で書かれますね。これどん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 クリックしていくだけです。こうやって。これで穴を、えっ、ー、と、次、どの縫い穴かっていうのを1個1個、まあ、ちょっとね、めんどくさいですけどね。えー、これで選んであげると、えー、この機能が使えるようになりますよと。この情報が足されるということですね。この縫い穴に。というわけで、えっ、ー、と、旧データの、えーまあ、旧バージョンで作られたデータで、 この機能を使いたい方は、こんな感じでですね、ちょっとちまちまと、ちょっと1回だけね、大変ですけどね、これで新しくデータを足してあげてください。はい、こんな感じでできるようになりましたと。終わったらエスケープキーを押せばですね、はい、終了と。エスケープキーですね。はい、以上となります。で、間違えちゃってね、あの、あ,あ、ここをつなげちゃったって場合は、もう一回ですね、選んで、えっと、ここで、ステッチシミュレーターで、 ここでステッチを終了っていうのがあるんですけども、ここで選ぶと、まあ、ここでね、選んで、選んでとここで止まります。で、えー、っと、こことここが分離できるという感じになりますので、えー、やってみてください。はい。というわけでですね、今回の動画は以上になります。えー、ぜひぜひこのバージョン1.2.5をダウンロードしてですね、この機能で遊んでみてください。はい、えー。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。